中年オタッキーです。今日はね、ちょっと変わった組み合わせのカメラでね、写真撮ってきました。まあ、以前からね、散々予告をしていたんですがね、このカメラなんですけども、これペンタックスの SFX というカメラになりますね。ペンタックスのオートフォーカスカメラっていうのは実は1981年ぐらいからあったらしいです。MEF というカメラ。まあ、レンズが1本しかないらしいんですけど、一応オートフォーカスカメラとしては多分史上初の一眼オートフォーカスカメラじゃないかなって言われてるらしいんですが、で、その後しばらくオートフォーカスカメラペンタックス出してなくて、で、87年に出したのがね、この SFX なんですけどもね、以前 SFXN というカメラでね、レビューをしたんですけども、今回はその前のカメラですね、SFX 1987年発売というカメラになってまいります。で、このカメラにね、ミッシェル様、視聴者のミッシェル様からいただいた、SMC ペンタックス M、50mmF1.7 というマニュアルフォーカスのレンズをね、組み合わせて写真撮ってきました。はい、それではどんな感じだったのか、ちょっと異色の組み合わせっていう感じですけど、K マウントならではって感じですけどね。レビューしていこうと思います。それでは動画スタート。はい。今回紹介するこのペンタックスの SFX なんですけどもね、発売されたのが1987年なんですね。で、1987年って言ったらね、EOS650 が発売になった年なんですよ。つまりこのカメラね、EOS650 とがっぷり4つで戦うことになりました。当時のね、時代背景っていうのはね、ミノルタが α7000、ニコンがニコン F501、で EOS650、まあ、このようにね AF カメラ続々と出てきていたところで、で α7000 が販売としてはね、最初ぶっちぎっていたところだったんですね。で EOS650 がぐんぐん伸ばしていくことになるんですけども、その EOS650 のね販売の好調さとは裏腹にあんまり売れなかった AF カメラになるんですね。これなぜ売れなかったのかよくわからない。単純に見た目だと思いますね。 EOS650 のデザインが良かったんですね。で、ミノルタの α7000 か EOS650 か2択になっていっちゃって、こいつは取り残された形になっていったんだと思いますが、性能はそんなに悪くないんですよ。まあ、シャッタースピードはマックスで2000分の1秒なんですけどもね、オートフォーカスもね、そこそこに良かったです。で、まあ、今回はマニュアルフォーカス使いましたけど、で、何より特徴的なのがこれです。ポップアップストロブですね。ここにポップアップストロブがついたのはペンタックスが一番最初なんじゃないかな。多分一番最初だと思いますね。つまり、まあ、EOS よりも何よりも早く、ペンタブに、ポップアップストロブをつけた。これはもう一番最初ですね。これ今のね、カメラ、普及機には未だにそのペンタブに、ポップアップストロブが乗っかってるやつが多いんですけど、もう全部それですよね。その時代の流れを作ったのがこのペンタックスの SFX だったわけです。液晶画面はね、この、ペンタブの上に乗っかってる。これは特徴的で、多分このアクが強くて売れなかったんじゃないかなと思いますね。まあ、一通りのね、電子装備はね、乗っかってまして、まあ、DX コードも乗ってますし、ワインダーもついてます。で、これはね、背面にね、データコード。オートデートね、デート、日付を移す、機能がついてます。これはオプションだったみたいですね。で、撮影モードはね、マニュアル、プログラム、シャッター優先、絞り優先の4モードだったみたいです。SFXN になるとね、スポーツモードプログラムとかいろいろ乗っかってくるんですけど、こいつはシングルだったみたいですね。でね、シャッター音なんですが、実はね、つい先ほど息絶えました。モーターが息絶えたのかなんかわかんないですけどね、巻き上げができなくなりましたね。まあ、たった今五輪中したという
まあ、あの、SFX、実はね、2台持ってまして、もう1台は、フリーマンさんからいただいたものになるんですけど、今回じゃあなんでフリーマンさんからね、いただいたやつを使わなかったのって、まあ、フリーマンさんからいただいたのはブラックボディで、これはカーキボディになるのかな？なぜこっちを使ったかっていうとね、ちょっと電池をね、試したかったんですね。まあ、このカメラはね、オプションのね、バッテリーグリップをつけなかったら、2CR5 っていうね、リチウム電池、使い捨てのリチウム電池を使うことになるんですが、その 2CR5 が高いんですね。で、今回ね、電池切れした 2CR5 にね、こうわかるかな？無理やりね、これ入れたんですよ。これ充電式のね、CR2 だっけこれ。なんだっけすぐ忘れる。充電式と電池をね、組み合わせてみたんですが、これがね、問題なく使えるということで、まあ、あの、多少電圧が違うとか言う人もいるんですけどね、あの、問題なく使えました。モーターが焼けたのは、焼けたっていうか、モーターが動かなくなったんですよ。他の状況では、電子装備とか動くんで、多分、ワインダーが最初からちょっと弱かったんでね、多分モーターがいっただけだとは思うんですけどもね。よいしょ。もう完全にワインダーダメですね。残念、シャッター音を聞かせることができません。まあそんなわけで、今回はね、このレンズ、SMC ペンタックス 50mmF1.7 で撮影してきました。フィルムがね、ケントメア、400で撮ってきたんですけどもね、今回天候がね、結構不順な時期に撮影したこともあってね、パッとした写真はないかもしれませんが、レンズの優秀さは十分にわかる、写真が撮れておりますので、ここから、ペンタックス SFX、SMC ペンタックス 50mmF1.7 で撮影した、作例になってまいります。はい、作例ですがね、もう1枚目からね、バリバリに改造してるね、地面の、葉っぱみたいな感じのやつ映してますが、これは 5.6 で撮ったんですが、5.6 でもね、十分に背景ボケしました。で、これはほぼ開放付近ですが、開放付近はやや甘いかなっていう気もしますが、まあいい感じでは映ると思いますね。で、こちらも開放ですが、ちょっと光足んなかったかなっていう感じになるんですが、まあ雰囲気のいい写真になっていると思います。これは絞り F8 で撮ってますね。強い光にはあんまり強くない、レンズという感じはしますが、全体的にね、雰囲気のいい写真が撮れると思います。まあペンタックスらしくね、ちょっとね、被写界深度は浅めのレンズになるんじゃないかなと思うんですが、ボケが非常に開放付近から綺麗なレンズになりますね。解像感もね、伸びるレンズということで、何よりコンパクトな設計でここまで持ってきたっていうのはすごいと思って、このようにね、背景ボケ非常に綺麗になる、これもそうですが、非常に背景ボケが綺麗っていう意味ではね、ペンタックスのレンズらしい、背景ボケを活かす写真をね、撮るように心がけると、このレンズをね、活かすこともできると思います。まあ、あの、遠くに焦点を合わせると、このようにパンフォーカス近い写真も撮ることができるみたいです。今回のレンズね、ミッシェルさんからいただいたんですが、 50mm の F1.7 なんですが、よいしょ、これね、本当にね、開封動画の時にね、広角レンズと間違えたっていうぐらい薄っぺらいんですよね。非常にコンパクト。ここまでね、レンズを、小さくする設計で、なおかつその描写もね、なかなかの写りになっておりますんでね、このぐらいの薄さだったら今時のミラーレスにね、合わせてもいいか、まあミラーレスだとマウントアダプターがちょっとついてしまいますが、それでもいい感じになるんじゃないかなと思いますね。で、K マウントのね、レンズですので、この K マウント、まあ、
このオートフォーカスのやつは KA マウントっていうらしいんですけど、全然ね問題なく使えます。で、オートとかもね普通に使えるんでね、僕これ本当に、ね、この組み合わせおすすめになると思いますね。よいしょ。で今回のね、シャッター音を聞かせることができなかったのが非常に残念ですが、もしかしたらねバッテリーが、影響してる可能性もあると思ってますね今ね。今までね調子よく取れてたのが不思議なぐらいね今突然息絶えたんですけども、まあ、このね充電式のね 2CR5、自分で作った 2CR5 なんですが、今後もちょっとジャンクカメラにねセットしてテストしていこうと思います。それで続々と問題が出るようであれば、ちょっとやばいかなと。まあ、テスターは持ってないんですが、テスター持ってないというか壊れちゃったんですよ。持ってるテスターがね、電圧をテスト測定してみたいところなんですけど今のところできないんで、まあ、ただあのワインダーをね、つけた感じではちょっと確かに電圧が高めのような気もしますね今回。ちょっとこの SFX にはちょっと犠牲になってもらったという可能性も十分あると思いますが、今後ちょっとまた他のカメラでもテストしていこうかなと思ってます。はい、今日の動画はねこんな感じなんですけどもね、この、時代の先駆けとなった SFX、 まあペンタックスらしい感じですかね。他のメーカーがやらないことをやった。まあ、結果的には売れなかったのは、まあ、デザイン。デザインなのか、それともキャノンのコマーシャルがうまかったのか、ミノルタのね、カメラのイメージが強かったのか、まあ、よくはわかんないんですがね、現在でもね、この SFX、ジャンク箱の常連になっています。レンズ付きでね、僕のはね、1500円で買いました。35、70のズームレンズ付きで1500円で買ってきたんですけどね。まあ、1500円でフィルム1本しか結果的には撮れませんでしたが、まあ、壊れやすいカメラでもあるということで、ちゃんと動くやつかどうかはちゃんと電池を持って行ってね、買うっていうのがいいと思います。ゲットするんだったら結構安く転がってると思います。まあ、オートフォーカスで撮るもよし、マニュアルフォーカスで撮るもよし、という感じですかね。はい、今日の動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今回の投稿、トップバッター、かえでさんですね。こんばんは。毎度陰ながら動画を視聴させていただきます。今日は写真2枚を投稿します。撮影機材はハードオフでジャンクだったニコン F5 に AIAF ニコル 50mmF1.4D フィルムはロモグラフィーカラーネガティブ100です。1枚目のタイトル森の妖精、2枚目がグルフワということですね。で作品なんですけど、これねうまいですね。これは鉢植えのね、上にこれ帽子をかぶせてるんですね。これ顔みたいに見えて、これちゃんと作ってある感じ、腕まで作ってある感じですね。なかなかいい被写体だと思います。もうちょっとね、構図をちょっと振った方がいいけど、ちょっと障害物でなんか、邪魔なものがあったのかな。で、2枚目のね、グルフワなんですけどもね、これね、かなり綺麗なボケに映ってますね。絞りいくつで撮ったんだろうな。ニコールのね 1.4 はね、あの背景ボケそんなに良くないっていうイメージなんですけど、 AF になってくるともう構造変わってるのかな、ちょっとそこは詳しくないんですがね、いいボケになってると思います。で今回ね、何よりねジャンクに F5 があったんですかいくらだったんだろう。楓さんなかなかね、いい買い物したのかなと思いますね。はい、投稿ありがとうございます。次はね LP500S さんの投稿ですね。おたけさんこんばんは。いつも動画楽しみにしています。カメラニコン DF、レンズニコン、非 AI レンズ 200mmF4 で撮りました。バイクの名前は詳しくないので分かりません、よろしくお願いしますということです。作品なんですけどもね、まあ、200mm のねレンズのね、背景ボケ、まあ、被写界深度の浅さをね生かした写真になっております。非常に印象的ですね。写りもいいです。このバイク僕も分かりません。これ多分ヤマハの G のあたりじゃないかな。一瞬ホンダのスクーピーかと思ったらちょっと違うんですよね。これいいボケ、いい写りになってますね。解像度もバッチリだと思いますね。非 AI レンズ 200mmF4 僕も持っていますが、デジタルの組み合わせでも十分使えるレンズですね。いい色も出ています。はい、LP500S さんありがとうございます。次はね、1都市9さんから2枚ですね。まだ出していないと思うので、作品らしくなくてすみませんが、タイトル1枚目、滑り台。2枚目が踊り場ということで、共にカメラはミノルタ XD。
1枚目がロックオール 28mmF2.8、 2枚目がロックオール 50mmF1.4、 ともにケントメアパン100で撮られておりますね。で、1枚目なんですけどもね、ちょっとね、内蔵っぽくね、滑り台が映ってるのがちょっと印象的ですね。前回と同じフィルムなのか、粒子はちょっと荒れた感じ、100としてはかなり荒れた感じになりますが、コントラストはいい感じで出ていますね。で、2枚目なんですけどね、踊り場をね、拡大して撮ってますが、被写体としてはなかなかだと思います。光もまあいい感じになりますかね。もうちょっと構図を変えて、空も映し込んでも面白かったかもしれませんね。大きさが強調される感じですかね。はい、A1 の支給さん、ありがとうございます。次はヒデさんさんから2枚ですね。ヒデさんです。中年オタキさん、こんばんは。毎回楽しく拝見しております。新規感染者もだいぶ減ってきましたが、コロナ接種2回目も終わり、副反応もなくほっとしています。秋探しの散歩の途中で撮影しました。カメラリコー GR3、 レンズ GR レンズ 18.3mmF2.8、モノクロで撮影しました。作品名は、1枚目、実る田んぼ、2枚目が、仏様降臨だ、です。よろしくお願いします。ということでね、作品なんですけどね、1枚目はね、実る田んぼということで、これテープの向こう側から撮っても良かったかもしれませんが、これね、作品、実ってきたらね、田んぼが実ってきたら、これ、鳥よけとかもね、するんですね。これがちょっと映り込んでおりますが、いい感じで映っていると思います。解像度はさすがデジタルって感じですね。2枚目なんですけどもね、これ、彼岸花をね、撮られてるんですが、上の花が、ハイライトで、下の花がシャドウになってて、かなり印象的な写真になっておりますね。レンズもね、結構光に強い、レンズということで、リコーのレンズ、なかなかなんだと思います。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。次がね、秋潤さんの作品ですね。1枚、2枚になるかな。おたきさん、こんばんは。キャノン F1N、ようやく撮り終わりましたので、早速2枚投稿します。カメラ、キャノン F1N。レンズ FD100mmF2.8 が1枚目。2枚目が FL50mmF1.8 ですね。フィルムはね、コダックゴールド200ということですね。タイトル1枚目がね、主役は普通桜でしょう。2枚目はピントそっちってことですね。シャッタースピード F 値をメモして撮りました。途中でどこかズレが生じている感じもありますが、あと数回お付き合いくださいってことですね。質問ですが、皆さん色調整して投稿しているのでしょうか。トリミングした方が良いですか。あとパトローネ今回はいただくことができましたということなんですけど、作品なんですけどもね、1枚目がね、100mmF2.8SSC ということなんですけども、光はこれないんですね。光向こうの方からちょっと来てる感じで、完全シャドウ部になってね、色温度が、下がっておる感じですかね。上がってるんだ。上がってる感じになりますがね、解像度はしっかり、出ておりますね。被写界深度の浅さも生きていると思います。2枚目はかなり光が入り込んでおりますね。ピントがね、葉っぱの方に来てね、花の方に来てないんですね。ね、50ミリとはいえね、F1.8 で開放で撮られているということで、開放だとやはり被写界深度はかなりシビアになります。もうちょっと絞ってもよかったんじゃないかな。で、絞るとね、フレアもやや抑えられる感じになっていくと思います。はい、秋潤さん、ありがとうございます。今日の作品投稿はここまでですね。で、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラ、フリートコマンダーさんからの投稿ですね。またまたすみませんです。俺のカメラです。コーツつけがたい素晴らしい電子シャッター機ですね。シャッター音は A1 の方が好みですってことで、これね、キャノン A1 とね、ニコン FA、当時のバリバリのライバル機の2台ですね。ひしめき合うように撮っておられます。どちらもモータードライブ付きで贅沢ですね。レンズはね、1.4 がどちらもついているようです。50ミリね。シャッター音はね、A シリーズのシャッター音僕も結構好きなんですよね。FA はね、電子シャッターは電子シャッターでしょうけど、横走りなのか縦走りなのか、それすら知らないぞ。FA 欲しいんですけどね、4000分の1ということは、機械膜の縦走りシャッターかな。シャッター音はね、
布膜の方がね良くなったりすることも多いんで、その辺が出てるんじゃないかなと思いますね。ニコン FM、キャノン A1 もね、脆弱なカメラであることに変わりはないようですが、どちらもね、A1 を持ってるんでね、FA ぜひね、入手してね、もうレビューしてみたいと思うんですが、なかなかいい出会いがございません。はい、フリートコマンダーさん、ありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、今日はね、作品投稿もいただいている秋純さんからの投稿ですね。やっちまったやっちまったに投稿です。やっちまったになってるんです。FD50mm1.4 の分解、後ろの絞りレバーがうまくはめれずにフリーマンさんにご教授いただきました。組み合わせの動画までアップしてくださいましたが、せっかちな私、動画のお知らせ前に何度も合わせ接点を手探りしていたら、絞りリングにゴシゴシ抵抗が、やってはいけないと知りつつリングを外したら、やっぱり2本あるスプリングの1つが挟まってました。折れ曲がってました。でも使えそう。しかし、絞りリングから外れたスプリングは二度と収まってはくれませんでした。その日の夕方、フリーマンさんが組み合わせの素晴らしい動画をアップなさってくださいました。精密機器は偶然では治らんことを学びましたということで、これ使える状態なのかな。絞りユニットはね、僕はね、分解することは基本的にないんですね。組み立てる自信がないです。まあね、綺麗にね、その説明通りにやればもしかしたらできるかもしれませんが、だからね、僕はね、キャノンのね、レンズは特にね、絞りユニットがユニットごと外れるんで、それをね、外してパーツクリーナーとかでね、洗うんですね。そういうやり方をしてます。ほんで、レンズに組み込んでね、また、元通り組んでいくんですけど、分解ね、あんまりね、その、手荒く扱うとね、絞りバネとかがね、歪んだりとか、まあ、いろいろバネが折れたりとかね、外れたりとか、いろんなトラブルが出やすいので、絞りのね、清掃とかにはね、本当に要注意です。特にね、もうレンズの油とかが回ってね、ヘリコイドの油とかが流れて、絞りユニットが粘ってしまうとかね、そういうことが結構多いんでね。まあ僕はね、パーツクリーナーで、ユニットごと洗うっていうやり方をしてます。それが一番無難だと思ってますね。あ、基準さん、ありがとうございます。今日の動画はこんな感じになっていきます。ちょっとね、不完全燃焼な動画になってしまいましたが、ペンタックスファンの皆さん、本当お待たせしたのにこんな形になって本当に申し訳ありませんでした。ペンタックスのね、レンズはあるんですけど、まあ、カメラの調子がね、もう一つのものが多いんですね、これがね。このね、SFX も露出系は完全にずれておりました。以前ね、MZ10 を紹介した時も露出系が狂っていたので、結構ね、ペンタックスのこの電子カメラ時代のカメラは露出系が狂いやすいのかもしれないですね。レンズはとにかくね、美しい写り、他のメーカーにないちょっと個性的な写りをすると思うのでね、ペンタックスのカメラ、レンズ、共にね、使い勝手いいと思います。あとこの古いレンズでもね、現在最新のデジタル一眼にも使えるっていうのがペンタックスの売りではないでしょうかね。はい、今日の動画はこんな感じになります。でね、次回の動画なんですが、ちょっと用意するの忘れてた。よ、こいつの動画になっていくんだな。はい、これね、もう知らない人は何これっていう、世界ですが、これ1937年に発売された、はい、セミイコンタになります。スプリングカメラですね。これね、この時代のカメラでね、シャッタースピードが500分の1まであるんです。すごいと思いません？さすがドイツって感じなんですけどね。まあ日本製のね、コピーもたくさん作られたカメラですが、これが元祖です。光漏れしてたんですけどね、自分で簡易修理してね、まあダメ元で撮ったんですが、綺麗に映ってきました。そんなわけでね、次回の動画は、このセミイコンタ、ちょっと蓋の締まりが悪いんですが、もういいや。このセミコンタで撮ったね、写真をね、紹介していこうと思います。スプリングカメラね、多分オタッキーの動画では初登場になると思うんですがね、どんな写りだったのか、これはね、もう注目ですよ。ヒットラーがね、いた時代の
カメラですね。ドイツのカメラになります。もしかしたらね、ヒットラーがね、作れって言って作らせたのかもしれないというぐらいの時代のカメラなんでね、どんな写りをするか。レンズはね、テッサーですしね、神谷高野目テッサーということで、ね、どんな写りだったのか、お楽しみということですね。はい、今日の動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。チャンネル登録者ね、順調に増えていっておりますが、まだねチャンネル登録してない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。あと、ね、高評価、コメントの方もねどしどし、受け付けております。コメントの方ねかなり遅れておりますが、全部返していこうと思って、返信していこうと思っているので、頑張って、返信してまいりますので、ぜひぜひコメントお願いします。高評価の方はねもうポチッと押すだけなんでいつも言っておりますが、高評価の方よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまでになります。以前も紹介したわたはなチャンネルさんの方もね、かなり紹介されたことを喜んでいらっしゃるようで、まあ、今回もね、一応リンク貼っとこうか。わたはなチャンネルさんのね、リンク貼っときます。彼らの動画はね、私の動画を見てる方にはね、かなり物足りないの、ない内容になるんですけど、カメラ、フィルムカメラをこれから始める人にとってはね、相当ね、参考になる動画だと思うので、伸びてほしいと思ってます。伸びることでね、フィルムカメラ初心者がフィルムカメラに入ってきやすくなると、その門戸を広げるね作用があると思うのでね、皆さんもねチャンネル登録してね、したり、いいねボタンを押したりしてね、応援していただければ嬉しく思っておりますので、またリンク貼っておきます。よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。